願いします。ちゃんとカットしてくださいよ。どうせ動きしまーすとか嫌やな、動機を。たまになんか普通にライクチャンネル見たら動きしまーすっ て, っ, って、ね、めっちゃシュールな。はい、じゃあお願いします。イエス、イエチャイライドです。どうも、トンズルです。よろしくお願いします。はい、やってまいりました。やってまいりましたね。今日はね、もう僕はね、本気でドズルニキを救いたいでございます。救ってくれるんですか。今日サンドバッグの番じゃないんですサンドバッグ今日はサンドバッグじゃなくて、まだ混ざってない。今日は何でしょう、先生。今日はですね、はい、ドズルさんにが、20勝チャレンジね、はい、今日ラストチャンスそうなんですよ、聞いて、はい、ね、そのデッキがラバクローン、ラバクローンでちょっと行こうかなと思ってます。はい、なので、ね、はい、その指導をね、していこうかなと。ありがとうございます。マジでドズル得動画です。はい、まあ、最初はやっぱりペッカが流行ってて、ちょっともうラバクロンやねってなってたんですけど、はい、今その全デッキの中でその勝率が高いのがインフェルノタワーの入ったバルーンなんですよね。いや、そうなんですよ。ラバクロ対策にみんなインフェルノタワーを立て始めたんですよ。もうインドラじゃたらねえやつ。そうそう、インドラだと雪玉でペイされちゃうんで、タワーを立て始めました。ね、はい、なんでインドラならギリ突破できるけどっつってたんですけど、はい、タワーが立ち始めたんで、もうこれはね、やっぱりあれに勝てる術はあるんですか。勝てる術は結構あります、ね、結構あります。じゃあ今日はいろいろ先生にテクニックを教えていただきつつ、はい、今日は何ですか、もうスパルタで来るんですか。もうスパルタで、あ、もうガチで。もうじゃあ僕も勉強すればいいですね。そうですね。わかりました。勉強学んでもらう会で。僕だんだん分かってきたんですけど、はい、スパルタ指導だからといって先生に教えをこいてるだけだったら上手くならないんで、そうですね。むしろもう自主的に自分の意思が大事ですね。はい、もう優等生になります僕はもう、はい、ガンガンいきます。お願いします。それではじゃあこちらのデッキですね。はい。ランバ型で。ランバ型のラバクローンで。参ります。行きましょう。じゃあって3勝2敗からのスタートなんですよ。まあでも練習ですからね。はい、そうですね。参ります。はい、お願いします。ラバが初手にあるときは、ラバ初手にあるときは若干待つ、若干待ちっすね。はい、で大体ベストタイムは、ベストタイムは40ぐらいに相手出してくるんで、もうちょっと待って、もうちょい待って、まあ、30か35とかですかね。あ、もうこれで、はい、いきます。いきますね。よいしょ。で、あとは、はい、相手が何か逆攻めてきたら基本的には逆サイホバーとかで受けたいところ。あ、なるほどなるほど、はい、今のも2度ぐらいやったら別にそれでいい、ね、これで受けてもいい、はい、ですけど、そのペッカとかそういう結構重ための工場とかになってくると、やっぱあ、工場ももうこれで受けちゃうんですか。工場も割とそうですね。なるほど、そこは結構あれですね、違うとこですね。で、ここはベビドラでいいですね。ベビドラ足してそうですね、何かしらが来るんで、おいしい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 、これいいこれいい、これは、あ、なるほどなるほど、これもうちょっと脇からいい、ね、脇からコウモリ攻めてって、クローンいっちゃいましょう。これクローンいっちゃう、あ、まあ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 、チュンチュンチュン、いいいいいい、めっちゃいいめっちゃいい、これさあどうでしょう。ザップも使った後なんで、これめっちゃいい、あざっす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 、いいよ。これちょっとドズル選手、ドズル少し少し先生のおかげで成長が、いい、ね、あざっす、いいと思います。今んとこ今んとこ今んとこですね。いや、でもやっぱ難しいのがあった、はい、難しいのはやっぱ判断迫られる場面が出てきた時に、そうですね。あとは、はい、ラムか、お、穴掘りか、へえ、なるほどなるほど、これはもう放置ゲーミングでいい、放置ゲーミングしていきます、はい、エリアドに変えてって、ここはもう重量級の戦い方と似てますね、はい、そうですね、はい、ここはそこのラバでいいですね。 OK です。ここに置くと、ちょうど右にもカックンっつって、カックンっつって右のタワーに向かってくれるという謎挙動。ユーノが来たら、はい、まあ、ザップ持ってるんでコウモリでは守れないんで、まあ、シャアなしのランバーとかですかね。あ、なるほどなるほど、ですけど言うても何も来ないですね。後ろに、うわー、これベビドラと、ベビドラとコウモリで、コウモリでもう全防衛全防衛で、ここで一回吸ってって、はい、いいですねいいですね、あ、吸えない、あ、これは守れる守れる、いい、オッケーオッケー、危ねえ、いい、まあたまたま今のはたまたま、いいよいいよ、よしよしよし、これいい、これもうコバつけて、コバつけて、クローンでクローンで、あ、ですですです、あ、ランバーにかけたい、あ、ランバーにもかけたい、まあまあでもそっちでいいですね。オッケーです。さあ右が確実に折れて、いいいいいい、相手ももうゲロ吐きそう、もうどんどん足しましょう、どんどん足して、止まる時間ないですね、ガンガンガン、間違いない、ありがとうございます、ありがとうございます、いいですね、いや、いいですね、いい感じです。まあ、実はこの動画撮る前も、はい、教えてもらったんで、そうですね、基礎は一応は、はい、もう仕上がってますね。 OK です OK です。この後もちょっとこのペースで、どんどん い, いやーでもねクローンは本当に相手のデッキに合わせてまたちょっと立ち回りを考えないといけないんで、
チンパンの中でもちょっと頭使うチンパン、ちょっと頭使い気味のチンパンですねやばい、これは、まあ、一撃受けて、はい、まあ、とりあえずまあそれを守ってくると思うんで、普通にまあ何事もなければケツラバで、ケツラバで、はい、おっと、お、トルネか、あー、なるほど、なるほど、トルネ、トルネってことは、はい、本当だったらそのポイズンを咲かせたいんでベビドラからのクローンを行きたいんですけど、なるほどなるほど、ここはどうしようかな、これは難しい、コウモリつけてベビドラクローンで OK です、もう、はい、一気にいいですね、おいしょ、 OK、 これでもうトルネ使ったやつなんで、ザップトルネ使ってますね、はい、しかないんですよね、あ、いいですね、これも打ちます、打ちますね、これで次ラバが回ってきてるんで、はい、これ一回ステイでいいですね、 OK です OK です、まあトルネ使わせて、はい、まあでもだいぶ相手トルネもザップもウィザードもというところで手厚い、これは相手が前にホグをつけてくるならランバで守って、はい、つけてこないなら無視なんでランバだけ構えておいてください、 OK です、でこれでこうと、はい、でこれで後ろのウィザードはもう無視ですね、 OK です、だいぶやっぱ無視する、無視していきますね、あと結構やっぱり、はい、あ、来るかもしれないって思っといて、その橋渡る前に防衛の形を考えることが大事ですね、橋渡る前に相手のウィザードが橋渡る前に、なるほど、結構防衛のこれが来たらこうやって滝を取ってこう守ろうみたいなのが割と大事だったり、これは、あ、それいいですね、まあでもザップ打ってくれてもるかな、まあこれはチャーマー、チャーナシ、チャーマー、チャーマー、チャーマーの、あー、フリーズ、あー、それは聞いてない、これ聞いてない、まあまあ、チャーナシですね、オッケーです、オッケーです、チャーナシです、まあ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 、どっちにしろでも守れなかった、そうそう、いやー、きついな、でもまあまあまあ、そう、でも相手もエリクサーなくて、オッケーです、ウィザード処理しろ、いやー、厳しい、悪いけど、まあまあまあ、まあ、リザードあっち側なんで言っても、こちら場でいいみたいなとこありますね、はい、OK です、ここでいいですか、はい、こっちがいいですか、あ、そっちの方がいいですね、 OK です、で、相手はまたホグ出すかもしれない、ザップ切ったばっかなんで多分、まだあと1枚回ってないと思うんで、そう、ここはじゃあこんな感じで、あー、これで回った、けどまあ言うてですね、なるほど、うわー、こういうこと、これちょっと、まあ、受けながら、受けながら落ち着いて受けながら、先にこれは、ランバーからのクローンですね、OK です、ランバーからのクローンでレイジかかるんで、チュンチュンチュンでレイジかかって、はい、これでベビドラ足しで、オッケーですオッケーです、足しドラで、もう早めに、はい、早めで雪玉打っちゃうでしょ、雪玉打っていけいい、オッケーオッケーオッケー、今の雪玉は良かったですね、はい、ウィザード一瞬無効化できたんで、これまた多分ホグフリーズが来るんで、後ろからホバを切って、ホバオッケーです、そうですね、それは大事、さあここは、これは、あー、よかった、あー、よかったよかったよかった、さあ謎取るねしてくれたんで、ここはこうですね、これはクローンかけたい、かけてベビドラ置いた気ですかね、 OK です、4コスベビドラでいきましょう、4コスベビドラ、ここで、はい、いけ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 い
ですね。いい感じでございます。いい感じでございます。いやでもやっぱ今のも、はい、僕あれなんですよね、ベリードラ出してクローンかけちゃうんで、やっぱ先クローンですね。先にやっぱ、はい、なんかいっぱい出してからクローン出した気持ちわかるんですけど、はい、先にやっぱトルネ使わしてから確かにの方が射程があるユニットは強いんですよね。結局ユニットたくさん出してクローンかけてもトルネ一発なんで、ホバとか特にやっぱトルネ使わした後に足すと処理できないんで、後足し、後足しそのラバ、あ、ラバじゃない、ホバと、はい、ベビドラを後足しの意識で、そうですね、お願いします。もう一戦お願いします。お願いします。これでも今んとこ、あ、相手日本の方、お、これはこれは一旦ラバ所定でないんで、そうですね、まあ、とりあえず回していきます。浮き玉で回していきましょう。よいしょ、うーん、お、いい、まあ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 ね。これまだラバが来ないと、悲しみの。そうですね。8番目ですね。8番目。早いですね、やっぱ先生、計算が。まあまあまあ、やっぱり。これローリングッとしたんで。いや、いい、いいですね。あ、いいですか、あざす。いい手札、ね、よかった。まあ適当にコウモリとか。コウモリですかね。いいですね。よいしょ。ああ、早かった。ごめんなさい。今のはタップミス。言うてますね。でワンチャン、その逆サイ、はい、投げてくる穴掘りが逆サイとかだったら、あの、このやつは後ろに、後ろ、ベビドラを、ラバの後ろにつくようにしないとワンチャン倒して追い越しちゃうんで。ああ、確かに。今の、今追い越すスピードでしたね。はい、これはまあ、しゃあなしラバー、あ、ランバー足してって感じですね。もうこれ、手札回さないとあれなんで。確かに。これ、ラバーまで回さないと、この後悲しみの謎の時間を過ごすってことで。謎タイムが来るんですよ。謎タイム過ごさないといけなくなるんで。そうですよね。よくやっちゃうんですよね、僕。ここは、なんで、ホバでいいですか。そうですね、ホバしかないですね。
いやきついなー。あー、辛い。いやー、これきつい。辛い、辛い、辛い。痛い、痛い、痛い、痛い。痛い、痛い、痛い、痛い。痛い、痛い、痛い、痛い。今何こうどうするのが正解でしたね。今の丸太が来る気配がしてたんで、はい、してましたね。ホバをちゃんと、もうちょっと前に出しつつも、橋の真ん中に、はい、あれですね、スケアミを出せば。あー、なるほど。そうするとエレイズのターゲットちょっとでも取れるぞと。いいですね、とりあえず。さあ、こっから逆転していきたい。とりあえず、やりたいのは、はい、まずベビドロ後ろにつけのもうちょい待って、ジュエリーまで待って、あんまりラバーをしたくないんで。あ、なるほどなるほど。もうすぐランバー出して、ランバー出してクローン、先にクローンですね。で、追いたきのポイズンが来ると思うんで、追いたきのこれですね。はい、それがいい。あ、本当だ、なんかワンチャン突破できそうな雰囲気もある。そうなんですよ、それで頑張るって感じですね。いやー、でもだいぶきつめですね。これまた来るんで。はい、来ますね。もうラバー受けでいいと思いますね。ラバー受け、はい。これで、で、そうですね、ベビードラ入れてあげて、なるほど。もう一回ランバーいきましょう。ランバーいきます、はい、ランバーからの、同じですね、クローンからのいきましょう。レッツゴー、頼むよ、頼むよ、お前ら。いけ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 、ポイズン。これはまあ、ちょっと見守りでもよかった。見守りでもよかった。まあ、ただ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、もう一歩、もう一回来るんですよね。これがきついっすね。いやー、きつい、これはきつい。橋の真ん中にこう、きつい、きつい、きつい、雪玉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 、あ、ごめんなさい。いや、でもそれはいい、いい、ギリ挟めた、ギリ挟めたけど、あー、やばい、あー、エレキが、これはエレキが悪さして、いやー、いやー、結構きつかったな。そうですね。でも、イーメルのタワーを突破するワンチャンスは見えるんですけど、ワンチャンスありましたね。受けがちょっと下手でしたね。そうですね、最後のその追いかけフォアは、はい、やっぱり防衛ポイズンがちょっとアドがない状態で打たれてたんで、はいはいはい、あれはちょっと通らないかもしれなかったんで、足さなくてよかったかな。なるほど、毎回足すってわけじゃないんですね。そうですね。難しい、難しい、難しいですね。いや、でもすごいこのゴリ押しにも奥が深いなと、はい、そうですね、いうところを先生にも学びました。でもだいぶやっぱ、インフェルノってか、このデッキを対策してるデッキが増えてるんですよ。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、このデッキが増えすぎてこのデッキ、強いデッキがめっちゃ増えてるんですよ、はい、増えてますね、はい、だからそれにも勝てるように、はい、頑張りたいなと。頑張って先生、ありがとうございます。お願いします。マジで頑張ります。もう見守ってるんですよ今日の予約。この後僕は、はい、チャレンジ頑張ります。はい、あ、ぜひ頑張ってもらいます。思います。ありがとうございます。ということで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ドズさんのチャンネルでも、僕のチャンネルでもね、はい、動画を2本ずつ撮らせていただくので、コラボ動画、そちらもね、ぜひ見てもらえればなと思います。お願いします。ということで、今日は終わりです。バイバイ。バイバイ。